今日のモカツは懐かしい筋肉マンの筋消しの塗装動画シリーズ。今回は記念すべき当時もののパート1の筋消しから筋骨マンです。アニメのカラーイメージ、水性アクリル塗料でペイントしました。パート1、一番最初のガチャに入っていたブックレット、復刻版です。今回塗装の筋骨マンの筋消しは当時もの。このブックレット、ミニブックは全418体がコンプリートされた限定生産版のボックスに付録されていたもの。筋骨マン、主人公の筋肉マンをはじめ、主力どころの超人が目白押しの段でした。ここまでスカイマンや筋肉大王、ウォーズマンをペイントしてきました。筋骨マンの筋消しの塗装前、小さな造形、初期デザインの筋消しでしたが、保管状態は良く、ちゃんと自立できるペールオレンジの筋消しでした。筋消し、デカ消しの塗装は、下処理としてこんな工程で準備をしていきます。煮沸して形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン付けして過塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリアーツヤ消しを吹き付け、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はダイジェストで、使用したカラーごとに見ていきます。まずはファレホのゲームカラー、ブラッディレッドです。扱いやすい、粘性高く隠蔽力の強い赤。ブーツ、ベルト、グローブの箇所に塗り入れました。次に黒。筋骨マンのボディースーツのカラーです。ファレホのゲームカラー、ブラックを使用しました。塗料は水性アクリルのファレホとシタデルカラーを併用しました。筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はハケなどを使って時短させ、効率よくペイントしました。この塗装で用いた塗料はこちら。塗装にかかった時間は約60分でした。ファレホはスペイン発祥の高性能水性アクリル塗料。少々塗膜の薄いところがありますが、明るい色数も多く、隠蔽力は強いので、フィギュアやプラモデルの塗装に最適です。口のカラーとして、濃いめの赤、シタデルカラーのベース、コーンレッドを使用しました。このカラーで、台座の色にもしています。頭髪は明るいグレーで、シタデルカラーのベース、セレストラグレイを使いました。こちらも多用しているライトグレーの塗料です。シタデルカラーはイギリス生まれの水性アクリル塗料で、ミニチュア、ホビー用のカラー。ベース、レイヤー、コントラスト、シェイド、テクニカルと用途に応じて様々な種類の塗料があります。骨を表現するカラーは白。ファレホのゲームカラー、デッドホワイトを使いました。純白カラーで、そこそこの隠蔽力を持っています。粘性が高く、下地の色を気にせずに塗装ができます。黒を上塗りです。ファレホのゲームカラー、ブラック。これまでのカラーの補修的にと、額の骨の文字を改めて書きました。筋骨マンの超人強度は20万パワー。本名はシャレ神戸。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き、乾燥させます。地球侵略を目論む怪人で、銃やバットなどでの狂気攻撃も厭わない。科学者として優秀で、物体の巨大化をさせたり、超人保存装置を開発したりもしていました。台座をつけて塗装後です。ということで、今回は当時もの筋消しレギュラーシリーズのパート1、筋骨マンをアニメのカラーイメージでペイントしました。
ご視聴をありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。